はいみなさんこんにちはこんばんはここみチャンネルのショーが今日はアメリカ卵1個200円卵の密輸が始まったをお届けいたしますよろしくお願いいたしますあの密輸というのはですねまあ真逆とかまたはまあもう税金が税関で税金が高くかけられるあの高級時計とかね、まあ、そういうものを密輸するんですけれどもこの度ですね卵 ま、これ言うとね、また、ま、冗談でしょうとかね、嘘でしょって人いっぱい出てくるんですけど、これはあの、本当の話なんですよ。まずは、ま、アメリカの卵状況ですね。卵状況。もう、ここまで来るようになったらなんかおかしな世界ですよね。卵の状況を、あの、ね、なんか伝えなきゃいけないってよくわかんない。今まではなかったですよね。あの、天気予報とかありますよね。 ねえまあ、自分が住んでる地域とか、これから、まあ明日出かけようかなっていう時に、出かけ先の天気が気になったりして、だけど、卵の状況が気になる、価格が気になるってあまりないですよね、聞いたことないですけど、まあ、そういう、まあ、ニュースが流れてるんですよ、アメリカで。まあ、卵はいくらぐらいですよ、来週はえこれぐらいの価格になりますよとかね、まあ、卵天気みたいな感じですよね。あのー、全部じゃないですよだから これもね、またね、そんなね、あの、番組のなんか内容見たことないよっていう人いるんですけど、そうじゃなくて、全部の番組で卵の予報とか流してるわけじゃないんですよ。いや、だけど一部流れてるんですよ、本当に。で、これは、あの、大変なことだということで、まあ、全部つぶさに調べました。アメリカの状況をね、まあ、アメリカにいる方にも聞いて、あの、事実です。全部あの、裏付け取ってきちんと調べました。で、今ですね、 1ダース、一番高いところで、まあ、高級スーパーですよね、ニューヨークの高級スーパー、マンハッタンど真ん中ですね、18ドル、えー、売りにはね17.99ドル、17ドル99セントで売ってるんですよね、これ、今の1ドル130円ちょうどですから、日本はね、あの18ドルって言うと2340円になるんですよ。で、これ、1ダースの価格なんですね。 一ダースっていうのは12個ですね。で、12個で18ドル、2340円。これ1個ね195円なんですよ。まあ、約200円。高いですよね。卵が1個200円ですよ。目玉焼き1個、家でで、あの、これ外だったらまだわかりますよ。目玉焼き焼いてもらってね。そうじゃなくて、家で目玉焼きを1個焼いて、 200円かかるんですよ。生卵でご飯かけて食べようかなって言ってパカって生卵を割ったら200円割っちゃってるんですよね。これどういうことねえ。だって朝ご飯に、まあ、生卵1個ご飯にかけたいなとかね。まあ納豆と生卵混ぜてそれをご飯にかけたいなとかね。まあいろんな人いるじゃないですか。もう普通ですよね、そんなのね。贅沢でもなんでもないですよね。 ところがどっこい、アメリカでは1個生卵をパカっと、まあ,あの、アメリカって生卵食べる人ほとんどいないんですよねあの。生卵、日本人は耐性あるけど、アメリカ人はね、あのちょっと怖いんでね、まあ、いろんな菌があったりするんで、まあ、生はあんまり食べないですよね。シュワルツネッガーぐらいですかね、本当に。あの,あの人はずっと生卵食べてるんですよね。1日に5、6個ミキサーにかけて飲むんですよね。 今でもやってるらしいですよ。健康法で。<laughs> まあ、そういう人はいるんですけど、まあ、一般的には、まあ、目玉焼きとか、あとはね、まあ、スクランブルエッグみたいにして焼いたりとか、まあ、そうやって食べてますけど、まあ、日本人だと生卵1個ね、朝食にということで、1個1人200円になっちゃうんですよね。アメリカだと。これって高くないですかだって1ヶ月30日、卵1個だけですよ。続けただけで、卵だけで6000円ですよ。 卵だけで、他に何にもおかずなくて、卵だけで1ヶ月6000円かかるんですよ。で、子供が2、3人いたら大変ですよね。卵、卵、卵とか言ってね。子供3人だったら600円でしょ卵1個だけ子供3人が毎日食べたら1万8000円になっちゃうんですよね。これは驚きの価格ですね。まあ、ただね、あの、これ一番高いとこなので、17ドル99セント。 安いところは6ドル99セントぐらいで売ってるんですよ。で、平均出したんですね。平均、えーまあ、大体平均で9ドル99セント。まあ、約10ドルですね。だから1ダース12個で10ドル1300円。だから1個100円ぐらいですね。そうするとね。うん、だから平均しても1個100円ですよ。高くないですか高いですよね。で、 あの、なんでこんなに値上がってしまったのかというと、まあ、いろんな事情があるんですけども、まずは、まあ、鳥インフルエンザ。まあ、これで処分してるんでね。まあ、あの、絶対数が少ないと。あの、鶏のね。で、次が、まあ、餌の高騰ですね。飼料の高騰。で、餌が上がっているので、まあ、それを価格転嫁ですよね。卵に上乗せということになってるんですよ。で、あとは人件費も上がっている。 あとは高熱費ですね。鶏、やっぱりあったかくしていかないといけないので、まあ、暖房を効かせてますから、あのその暖房費ですよねそう、電気代とか、または、まあ、いろんなエネルギー代ですよね、まあ、ガソリンとか、向こうでいう灯油代みたいなもの、まあ、それも含めて、ディーゼルのね、あのディーゼル代っていうんですよね、あのそれを含めて、まあ、値上げ、転嫁ということで、まあ、総合的に卵がどんどん上がってしまっているということですね。 で、これあの、卵って食品の中ではある程度あの、安定していてね、栄養価が高くて、とてもいい食品だというふうに世界でも言われていたんですよ。その卵がこんなに上がってしまっては、やっぱりね、これ生活に響くっていうことになるんですよね。で、みんなが困っている、あの、世の中、社会。みんなが困っている社会になればなるほど、 悪い人が悪知恵を働かせて闇に紛れて行動が始まるんですよね。で、今それが始まっているのはですね、アメリカとメキシコの国境なんですよで。普段そのアメリカとメキシコの国境では密入国。まあメキシコからやってきちゃうんですね。で、パスポートも持たない人が入ってきちゃうんですよ。その密入国や 麻薬の持ち込み、麻薬の密輸ですよね。が後を絶たないんですよね。それを取り締まるために、アメリカでは国境警備隊というまあ警察組織があるんですよ。で、のその国境警備隊は、ほぼ24時間パトロールを繰り返してるんですね。で、密入国者や麻薬の持ち込みを厳しくまあ見張ってるわけですよ。で、摘発してる。で、 今までね、まあ、去年、あの、10月ぐらいまでは、まあ、密入国と麻薬の摘発が多かったんですよね。ところが、10月過ぎてから、それに混ざって、卵の密輸の摘発が同じぐらい多くなってるって言うんですよ。卵の密輸。え、じゃ卵え、ど、どういうことってなりますよね。メキシコでは、 あの、不思議な話ですけどね、値上げ値上げって言ってるのは、ロシア対、その、まあ、戦ってるっていうか、ロシアに制裁している国、対ロシアなんですよ。だから日本も同盟国なので入ってますよ。イギリスもね、アメリカももちろん入ってるじゃないですか。ヨーロッパ全体入ってるわけですよね。で、その、ロシアと敵対している国が、ひいひい言ってるだけで、他の国って、大丈夫な国もあるんですよ。 東南アジアも結構影響を受けてるので、値段上がってますけど、メキシコってね、敵対してないので、ロシアと関係ないんですよ、メキシコって。そんなの俺たち知らねえよっていう感じの人たちばっかりなので、まあ、そんなにね、あの影響を受けてないらしくて、卵の生産価格ってすんごい安いんですよ。で、1個もうほんと5円、10円以下で生産できるんですよね。で、 あの、早い話が、末端価格で言ったら200円じゃないですか。で、5円のものが、まあ、200円になるわけですよね。40倍。末端価格。40倍になるんですよ。でこれってすっごい利益なんですよね。だから、まあ、あの、200円でその持ち込んだ人が売れるわけもないんですけど、まあ、とりあえず高値でばけるらしいんですね。まあ、少なくても、ね、10倍ぐらいはいくんじゃないですか。 だから、いや、そんなんだったら、卵って、鶏が産むだけでさ、ほぼ何もかかってないし、経費、まあ、どんどん持ち込もうぜ、売ろうぜっていうことで、卵の密入国がすっごい増えたんですよ。で、儲かるということで、まあ、千個、二千個をですね、メキシコ側から持ち込んで、アメリカ側で裁く。あの、売り裁くんですよね。まあ、スーパーにいきなり持ち込んでっていうのもあるのかもしれないですよね。それもね、大量にね。で、 お金にして帰っていく。そういう業者が多いというんですね。で、これは、あの、誰かを雇っては、お金がね、あの、手数料かかるので、農家の人が、農家の家族とかファミリーが、直接やってるらしいんですよ。だから今まで、麻薬の密輸の摘発をすると、まあ、元締めっていうのはギャングなんですよね。元締めギャングなんですけど、今回は、卵の密輸の元締めは、 卵農家なんですよね。卵農家。元締めが。<laughs> もう本当に。いやだから、摘発して、まあ、卵農家をっていうことなんですけど、ただね、この法律的に、その麻薬の密輸とかは厳しいんですよね。もう、捕まえたら、まあ、罰金刑じゃ済まないんですけど、まあ、日本よりは厳しくないんでね。まあ、もろもろ、いろんなことがあって、 でまあ、お金を積めば、ね、返しててくれるっていうところもあの部分的にあるんですけどただ、あの、頻繁にもうすごいんでね。ただ、卵のね、密輸に関しては、まだあの、法的な整備がちょっと整ってなくて、要するに今まで麻薬だったんですよね。密輸入国は厳しいんですよ。で、まあ、次、あの、まあ、麻薬の密輸が厳しいんですけど、卵の密輸に関してはね、まさかそんなことが起きると思ってないので、 あの、貴金属類とかいうのがあるんですよね。で、密輸に関しての卵がないんですよ。だからこの卵の密輸はどういう処罰にするかってなんかこう、今、整えてるらしいんですけど、だからとりあえずは卵摘発して、まあ卵の応酬っていう形なんでしょうね。で、あとはもうめんどくさいからもうお前ら帰れみたいなメキシコに戻れっていう形になってるんだと思うんですよ。あの、いちいちそれを全部逮捕して刑務所にぶち込むと、 アメリカの刑務所ってそうじゃなくても経費がすごいかかっていて、あの本当にね、あの、重大な犯罪を犯した人が、でいっぱいなんですよ。だからちょっとしたね、卵の密輸ぐらいでね、刑務所にぶち込むと、あの、それでご飯食べさせなきゃいけないじゃないですか、アメリカが、政府がね。だからそれはね、やらないんですよ。もうね、大変なの満杯なんですよね。本当に。だからそれを、あの、ね、卵の密輸ぐらいで、撤発して、逮捕して、起訴してね、 その手続きを積んでいくのも大変だし、お金かかるしね、時間もかかるし、あと大した罪になんないのと、でそれを刑務所にぶち込んでも、まあ、あの、3食ご飯食べさせなきゃいけないんで、逆になんか赤字が出ちゃうんですよね。おかしなことになっちゃうんで。だから、あの、重大な犯罪を犯した人ばっかりが入っている状況で、今満杯で、まあ、それぐらいの人だと、もうメキシコにね、返させるんですよ。すぐに。 もう帰れと、二度と来るな、みたいな感じで。まあ、卵は応酬ですよね、だからね。まあ、卵を応酬しても、その卵は、あの、証拠物件なんでね、警察が転売するわけにもいかないんですよ。だから、証拠物件なので、まあ、それ、でも生卵ですからね、どうするのか、ちょっとどうしてるのかわかんないですけど、まあ、とりあえず去年の10月からそれが増えていて、もうますます増えているらしいんですよね。 うーん、まあ、おかしなことになってきましたよね。もう社会的に、まあ、狂ってますよね。混乱してるということですよね。でも、やがて、日本も、今、卵ね、まあ、価格上がってるじゃないですか。まあ、今、あの、日本だと10個入りなのかなね、あの、1パックで300円前後ですよね、今ね。300円前後。まあ、安いとこもまだあるのかな ?200 円ぐらいで売ってるとこもあるのかもしれないですけど。 で、今、まあ、200円で売ってたとして、まあ、1個、1個20円ぐらいじゃないですか。で、アメリカって高いところは200円で、安いところも100円ぐらいなので、まだまだ日本は安いですが、まあ、燃料ね、あの、かかる燃料とか、その、卵をね、生産しているね、まあ、あの、卵の業者の人とか、農家の方は、結構こう、いろんな面でコスト抱えてるので、 1>, 1個20円という価格ではもう販売できなくなると思うんですよね。で、どんどん上がっていく、で、さらに、まあ、なくなっていく地域、点々と増えて、で、最後に、まあ、ほとんどなくなっていく、全部なくなっていくという形を、まあ、そういう道筋をたどるんじゃないかと思います。これはだから2023年ね、もう卵が食べれるだけでもありがたいということなんですよ。だって1個200円じゃね。 まあ、一個二百円になったら、日本がね、もうそれはね、卵がもうほ,ほぼなくなっちゃったよってことですよ。日本で一個二百円になったらね、もう卵ないですよっていう意味ですよね、それはね。だって普通の人食べれないですから、一個二百円の卵をね。まあ、卵はなくなっていって、そういうふうに、まあ、日本もね、なっていくんじゃないかというお話でした。ということで、今日は、アメリカ、卵一個二百円。 卵の密輸が始まった。お届けいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。